バレンタイン1部と2部両方出勤する。はい、イブイブね、イブイブだね今日。イブ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 、エプロン姿いいね。本当頑張ってチョコ作るぞ。うずずこんばんは。うずたんこんばんは。むちゃんおつ、あ、はやとありがとうね。お疲れ様、ありがとう。お、ハク、こんばんは、こんばんは、ハク。こんばんは。家庭的な女がタイプの俺。パスタ作ったお前。大貧民、負けてマジ切れ。それ見てパスタ作ったお前。目を閉じれば、パスタ作った覚え。同棲しませんかって。え、家事全部やってくれる？ハート100、ありがとう、ハヤト。ありがとう。ハタキンかわいいかわいい。ありがとう、ありがとう。お疲れ、もあトイティー、それは、あざといぞ。あざとかわいい。ヘイ、ありがとう。最後の愛の言葉聞かれちゃったって。え、ほんと、あれは公開告白だったね。公開告白。ノブジンエプロンいいね、やったー。これ初めて来た、ピンクのこんなフリフリの、こんなフリフリのエプロン。普段着ない。3年連続のリスティが無事に終わってよかったです。ありがとう。4年目もよろしくね。テイタムちゃんありがとうね。こんばんは、テイタムちゃん、ありがとう。花嫁修業のカプテン、はい、頑張ります。いやでも本当にあの料理できるようになりたくて。料理できる女ってさ、いい女感ない？いい女感ない？料理できる女って。大好きが止まらず暴走しそうです。暴走してくれ、暴走してくれ。あ、優雅だ、ヤッホー、やぐるぐる、こんばんは。子供たちに、え、イブかって。子供たちにイブ、子供たちにイブ、どういうこと、どういうこと。プースケ、タイラーだ、タイラー、ヤッホー、こんばんは。お、え、日本語のレッスン受けてるの、すごい、すごい勉強してるんだ。頑張ってタイラー、ファイト、ありがとうね。すごいな。バレンタインにママさんはください。あ、マッツワールドもちょっと待ってて、今からリボン巻くから。私にリボンをかけて。ガシ、こんばんは、いらっしゃい、こんばんは。間違えて送った、あ、間違えてか。子供たちに今週いっぱいチョコもらった。わー、幸せ、幸せよ。それも昨日一昨日さ、あのさ、歩いてる時にね、あの前から歩いてきたね、ちっちゃい男の子が、あ、かわいいお姉さんって言って手振ってきてくれたの。マジでかわいくない？すんごいほっこりして。で、なんかでも全然さ、かわいいお姉さんってもさ、マスクとかしてたし、もう全然見えてないんだろうけど、何も。なんかね、それでお母さんも一緒にいたから、お母さんが、あっ、あってちょっと困っててね、なんかすごいほっこりしちゃって、ありがとうって言った。すごい幸せな時間だったんだけど。バレンタインかなって思った。可愛かった、あの子。たてだま、こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。大好きです、ありがとう。逆告白、とりあえずパスタ作る。そうそうそう、目を閉じればパスタ作ったお前、一番光るパスタ作ったお前、養ってくれるなら喜んで家事全部やりますって。あ、じゃあ私稼いでくるわ、頑張る。一家の大黒柱。キッチャップさん、あ、流れ部屋、ヤッホー、いらっしゃいます、ありがとう。私めちゃ可愛いな。エプロンが可愛いのか、おもちゃんが可愛いのか。あ、でもエプロン可愛いよね。こんな可愛いの着ていいのかな。あやさん、こんばんは。あやさんじゃ、こんばんは。東口さん、ありがとう。こっちもありがとう。来年もかい。そうだよ、来年もだよ。あ、タダッチー、ありがとうね、タダッチー。いや、お店に来てくれて嬉しい、タダッチー。変な名前で予約してた？今日。そういえば、言おうと思ったんだった。
出勤おつももです。気をつけて帰宅するんで、ありがとう、ありがとう。カラさんこんばんは。こんばんは、カラさん、こんばんは。料理できなくてもいい女です、結婚してください。本当にいい女だと思う？どうかなどうかな。中身はおっさんなんだよな。せめ僕が出会ってすぐに付き合いたいと言ったし、やめにもらうと言ってました。それはでも確かに事実ですね。さあどうですか。え、今もフリーなの？僕キティちゃんのエプロン持ってる。え、かわいいじゃん、キティちゃんのエプロン、かわいいやん。セクシーすぎる。嘘、これセクシー、あ、ちょっと足がハートだね。エプロン姿かわいいって、え、嬉しい嬉しい。いい嫁感すごい。え、でもなんかさ、人妻感あるって言われたんだけど人妻感。あ、私はもうそんな年になってしまったのか。可愛い彼女感じゃなくて人妻感、ってなった。エプロンピンクやんって。そう、エプロン指針。あ、まときさんありがとうね、お疲れ様です、ありがとう。タラタラ可愛いって、 ありがとう、タラちゃん。エプロン超可愛い、嬉しい嬉しい、ね、明日エプロンさ、明日もエプロン着てやるんだけどさ、自前のエプロン着ようか迷ってんだよね。家から持ってこうかと思って。加藤さんこんばんは、ヤッホー。加藤さん、すれ違ってたら可愛いお姉さんって手振るねって。え、振ってよ、ちゃんと振ってよすごい可愛かった、なんかニヤニヤしちゃった、癒しされた。電車の中だから無音か。加藤さん無音。可愛いお姉さんと言って近寄っても手を振って一緒に帰ってくれますか。手は振るよ、じゃあねって言うけどこんばん、パスタ作ったお前ニャミだ。こんばんは、ニャミ。パスタ作ろっかな。エプロン姿可愛いです、嬉しい、ありがとう。チョコくださいってエグプ。え、本当チョコ。チョコさ、今年こんなご時世だから作ってなくて、なんか今回のバレンタインイベントのチョコレートもなんかね、ちょっと制作はしたんだけど、チョコ自体を作ってはないからさ、なんかでも作りたいなって思った。チョコ作ったらもらってくれる。晩飯カルボナーラにします。あ、いいの、カルボナーラいいの、食べたい。パスタで一番好きかも、カルボナーラ明日の朝まで仕事。あやさん頑張れ、頑張ったよ、頑張れ。子供から人気あるのさすが。いやいやいや、それほどもは可愛い違うよ、あの子はなんか愛嬌振る舞えてた、あの子可愛かった。ハート500ありがとう、はやとありがとう。タイポンこんばんは。あ、タイポンだ、タイポンだ、こんばんは。あ、まるちゃん、かわいいお姉さんといえばチョコもらえるかなって、ホイホイすんのしょうがないなって。毒入りチョコあげるよ、まるちゃんに。こんばんティーノーって。あ、まさだ、今日のご飯は何にする。エプロン似合う、嬉しい、エプロン似合う、嬉しい。でも絶対自分だったら家でさ、こんなかわいいの着ないから、今日は着てみたの。なんかりなりーさんとさ話しててさ、なんかこれなんか主婦感あるね、ももちゃんって言われて、りなりーさんに。でもこんな可愛いの実際着ないですよねって言ったら、あー、ももちゃんは着なさそうただいまーって言っても、ただいまって帰ってきても、おかえり、はいはいみたいな感じだよねって言われて、りなりーさん分かっておるって思った幸せだけどこの時期太ってしまう。確かにチョコレートの美味しさに目覚めるよね、この時期。足セクシーだった、うそ。いやん、フリーだったらどうなるんですかって。どうにかなっちゃうかもね。ブレてても可愛い。ああ。鍋吹き込まれた、大丈夫かい。何鍋やってんの。人妻感すごいから、本当に人妻感ある。おかえり、旦那。
人妻でも結婚してください。やばいとそれはもう法に触れるんじゃん。仕事に戻りまーす。母さんありがとう、頑張ってね、お仕事。むちゃんめっちゃ可愛い。もときさんありがとう。言われてみたら人妻感、人妻感しか感じなくなって、待って待ってやばい、人妻に見えますか私。やばいね、人妻感。こんばんは。あ、ミーム、え、久々じゃん。ムーミン、パスタはなんだ、パスタは、パスタはやっぱカルボナーラ師匠。イベントあるときは店舗に行けないことが多くて、あー、そうなの、マジ。いや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 、でも普通がやっぱ一番幸せって言うからさ、イベントも特別あるけど、やっぱ普段会えるのはすごい幸せだよ。個人的にエプロンって見ないなーって思った、あ、緑ないか、ないなーと思ったけど、アイドルさんのグッズでエプロンあって、え、緑のエプロンってこと？確かに見かけないかもしれない。僕ならいくつでももらえますよ。本当ですか？いくつでももらってくれるんですか？ももちゃんの手作りチョコ食べたね、嬉しい。とか手作りね、そう、なんかこの時期バレンタインぐらいしかそんなお菓子とかやらないから、毎年ねバレンタインイベントあったから作ってたんだけど、今年は作ってない。今すごいドキッとしたんだけど、え、なになになんで、何よなんで、タイポン今日のご飯は松屋の牛丼じゃなければ何でもいいよって。あ、チー牛ってやつ違う。あ、ひーちゃんがチー牛は一番すき家が美味しいって言ってた。そういえば遊びに来た。えー、久々、久々だ。えー、こんばんは。久々、久々だね。お元気ですか？主婦感って彼、新婚の奥さん感。やっぱ私やっぱ結婚したんだ。私結婚したのかもしれない、錯覚が。お、結婚したかもしれない。電車で横のちびっこに見つめられて動きます。え、かわいい。遊びたいのかな、かわいいね。ニコってしといて、ニコって、そしたらついてくるかも。アイテムありがとう、ありがとう、ハヤト。どこまで読んだっけ。毒入りチョコやったー、特別ド M なんだよ、まるちゃん。まるの M はド M の M。 ご無沙汰だよね、久男、本当にご無沙汰すぎる。なさかね、いらっしゃい、ありがとう。僕は毎年この日のおかげで普段チョコはもう食べない。え、他の日はセーブするってこと？贅沢な。エプロン姿かわいいねって、おきちゃんありがとう、ありがとう。久男ショート最高。えー、嬉しい。そう、髪の毛がね、そう、なかなか伸びなくて、でもちょっとは伸びたけどなかなか変わらない。髪型のせいかなって、俺が旦那だったら人妻じゃなくて俺の嫁になってしまうやんって。俺の嫁、俺の嫁ってなんかすごいね、すごいパワーワード。髪型ね、今日あの両方耳にかけてみた。顔でかいのに、いつも顔を隠すためにやんないんだけど、今日は気分で。なんかね、あのね、ドラマで今年の差婚っていうドラマやってて、24歳と44歳、20歳差ぐらいの2人が結婚するっていうなんかそういうなんか話なんだけど、年の差婚っていう、そのね、年の差婚の主人公の女の子がこうショートカットでこうやって両方耳にかけてイヤリングしてたから真似しただけ真似しちゃった。あ、だから人妻感出ちゃったのか知らんけど、こんな可愛い奥さん持ったら絶対まっすぐ帰るわ。てか仕事行かん、え、幸せ。仕事行かないけど稼いできて、仕事行かないで稼いできて、周りのみんなに自慢、ん？自慢してない。え、自慢される奥さんになったらめっちゃ良くない？憧れるわ、そういう。なんかさ、料理とかめっちゃできてさ、ちょっと呼んで、みんなを呼んでパーティーとかしちゃう。なんかいとこのさ、お母さんがめちゃくちゃ料理が上手で、で、なんかいつもお父さんの旦那の
会社の人とか連れてきてさ、なんかご飯振る舞っててすごいと思って。おー、なになになに、よいしょ。どこまでやんだっけ。十五分ありがとう。ケンケンだ。こんばんは。笑いかけたら目そらされる。目そらされるの。ラーメン茹でてたのか。ラーメンな。ラーメンいいな。クッキー作ってあげたことある。え、何それ。何そのエピソード。玄関開けてこんな可愛い子さんで迎えてくれたら。いやー、みんな本当褒めてくれる。元気だ。お、こんばんは。元気いらっしゃい。ありがたい言葉、ありがとう。会えることが幸せ。本当にそうだよ。もう今はもうなんか会えるな、なんかね、現場があるだけでもすごい幸せって思う。ところでバレンタインって何ですのって。何今さ、何よ、バレンタイン知らないの。顔。結婚式呼ばれてなくて泣いたって。結婚式あげてないんです。ドレス着たいのに着させてもらえないの。チョコレートありがとうって。チョコレートもらった。私から笑いかけたら、あ、違う違う、ヨウの声。あれあれ、なんかコメントがなんかすごい、あれなんか変。顔でかくないでしょ。顔でかいよ。顔丸いし。年の差婚、そうそう、年の差婚やってて、それのさ、あの女の子こういう髪型じゃない？ほんとこんな感じ。全部耳にかけてイヤリングしてる。片方だけ隠して触覚ありなのが好きです。片方だけ隠してこう触覚あり。あ、じゃあこっち触覚出すってこと。出ませんでした。出ませんでした。触覚がもうしまってしまった。ん、しまってしまったしまった。あ、もう終わりにしよう。調子悪いわ。終わりにする。絶対今日ありがとうね。ありがとう。パパになったら子供にくっつきすぎて嫌われる。あ、もう溺愛しちゃうの。あ、ジャンボハンバーグ久々だ。ジャンボハンバーグこんばんは。電子レンジがうんともすんとも言わなくない。なんで。叩いてみる。どうした、大丈夫か。なんかね、なんかコップが落っこちた。二十歳か。ももちゃんとワンチャール、そう、20歳差の結婚なので、なんかそのジェネギャの話みたいな。でもなんかそんなの関係ない、そんなの関係ねえって言って言わないけど、そんなの関係ねえって言って、あの結婚するの。よし、ではちょっとありがとうございます。みんなランキングランキングランキング。13位トシ、12位まるちゃん、11位ぐるぐる、10位かとけん、9位ゆきおさん、8位あやさん、7位トシヤ、6位もとき、5位いのち、4位シーバス、3位ナーナーこぶね、2位あきよし、1位はやと。ありがとう。みんなハッピーバレンタイン。明日は1部と2部両方出勤します。ではでは、シャラララ素敵にキス、シャラララ素顔にキス、バイバーイバイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。